はい、ということで今日はめいちゅうさんのレッスン久しぶりに行いたいと思います。今日はですね、一個一個こう項目を言っていくんじゃなくて、ちょっと投げながらやっていく中でいろいろと、説明していきながらレッスンしていって、その様子を何個かに分けていければなと思っております。今、開始して 3,40 分経ってるので、そろそろいろいろとめいちゅうさんの投球を見ながら、ここを直した方がいいかなとか、こういうところを気にした方がいいかなっていうところを、見つけてやっていければなと思っております。一応めいちゅうさんにも、マイクつけてもらっているので、その都度僕の方で、お話ししていければと思っております。今日ねちょっとね投げる前、この通る前にですね、いくつか、ボール調整したりとか今してて、だいぶ指の抜けもスムーズになったので、ここからちゃんとレッスンもできるかなと思っておりますので、ぜひね皆様最後まで見ていただきたいと思います。結構リアルなレッスンの映像かなとは思っておりますので、この辺を見ていただくと、どういった形で今やっているかっていうところも、皆さんに見てもらえるかなと思いますので、ぜひお楽しみください。じゃあ1番レーンでちょっとずっと投げてもらっていいですか。はい、まずは一つこう気になってる点っていうのは、今の投球なんか見てもらうと分かるんですけど、多分ちょっとメイチさんボールを出そうと思って外に出してて、結果的にいい形になってるんですけども、時々まっすぐ投げようかなって思っていても、体の向きとか足先の向きが微妙に外に向いちゃってるんですね。でそのやっぱりこの体の向きとかを調整をしっかりと確認することっていうのはすごく大事になってくるので、ちょっとその辺を含めて、お話ししていきたいと思います。ちょっとストップ、ちょっと足の先の向きが、はい、そう、もうそう、今みたくこう少しずつ癖で多分、ね、そうだんだん右向き始めてきて、そうなんでここの体の向きと腰の向きで、つま先の向きっていうのはしっかりチェックしてから行きましょう。はい、はい、じゃあ投げます。はい、あ、出してた。もう一回。今その外にちょっと出ちゃってる原因っていうのは、はい、ちょっと一歩目が左に行き過ぎちゃってる、はい、一歩目歩いてってますか、こっちに来いちゃう、はい、そうするとやっぱりそう、自分が思ってるところ、落としたいところよりも自分が歩くのに対して一歩目がやっぱりこちょっと右に行っちゃうせいで、少し開いちゃう、遠くなっちゃうから、自分の手でこう投げようとしたんで、ちょっと外に出やすくなっちゃうんで、はい、一歩目をちょっと意識して、ちょっと左足のまっすぐぐらい右、あんまり左行かないように意識してちょっとやってみましょう。はい、ちょっと1本目がね左に行き過ぎちゃってるんで、ちょっとそこを今改善します。 OK、 いいですね。そうするとやっぱりね投げたい方向投げれる。そう、多分今みたく今なんかすごくうまくいってると思うんだけど、やっぱり自分が外ミスしてる時っていうのは、意識してほしいのは、例えば競技中とかには、まず1個はプッシャーへの方向と体の向き、腰の向きが外向き、向いちゃってる。で、はい、もう一個今みたく一歩目が左に行き過ぎてないかを確認した方がいい。今なんか一歩目やっぱりちょっと意識して投げ、あれ、そうやって歩けてればちゃんとも投げれる。でもそれが多分ちょっと力入ってくると、こうガクンってこう左に行き過ぎちゃう時なんかはちょっとやっぱり外に開いちゃうんで、その分ボールが右に出やすいから、そこは意識した方が、気をつけた方がいいと思います。わかりました。OK、もう一回行きましょう。はい、これやっぱね見てる人も結構多いんですよね。射高しようと思ってうまくこうボールをね、スイングを避けようとしてるんですけど、避けすぎちゃう。足元見てください。そう、いい、 OKOK、
はい、うん、もうちょっと、もうちょっと、さっきよりだいぶいいです。まだ中入ってます。まだちょっと入ってる。でもさっきよりいいし、そのやっぱり一歩目が時々こう行った時にこっちに行き過ぎちゃうとガクってこういう風になっちゃって、ちょっとこうバランスが崩れる時がある。そうするとやっぱりうまくこう、まあ、体幹じゃないけどもしっかりしてないから、うん、やっぱりこう手投げっぽくなっちゃうんで、そこはもう一歩目だけ気をつけて意識してもらって、ちょっともう見るぐらいの気持ちで出すっていう風な形でやってあげると、そう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 、はい、OK です。ね、なかなか最初のうちはどうしてもこうスイングがね確保しようとしすぎちゃって、こういった現象になりやすいんですよね。惜しい。まだもうちょっと、まだもうちょっと、うん、もうあと1歩目気持ちいい。今4歩なんで、はい、気持ちいい1歩目を大きくした方がいい。大きく出した方がいい。気持ちいい。はい、わかります。もう半歩ぐらいかな。やっぱり4歩助走なんでね、1歩目ある程度大きく出さないと体が突っ込みやすくなるんで。 OK、 1歩目の歩幅は良かったけど左に行っちゃってる、ちょっと大丈夫大丈夫。ちょっとね、最初もしかしたらちょっとやりにくいけど、練習の時は目見てもいいかもしれない。1歩目少しこの状態でちょっと目を追ってみる、少し、そうそうそう、追う感じ。もう真ん中のラインに行けばいいんですね。そう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 、こうですよね。そう、いや、こういったらそのまま歩くだけ。あ、1歩目だけ普通に歩けばいいんですね。そう、1歩目だけちょっと避けるぐらい、少し避けてあげたら、あとは歩くだけだから、スイングジャンプしてないから。わ、はい、かりました。はい、ちょっと足先1歩目だけでもいいから見て、普通に歩くもらうといいかな。とにかく普通に歩けばいいですか。よいしょ。こういう細かいところがやっぱり落とし位置とか精度に影響してくるので、今車高できてない。ただ歩いてるだけじゃん。普通に歩くのって難しいなと思って。ちょっとだけ意識していいんで、ちょっとだけ、はい、これぐらいイメージは、はい、少し大きめに一歩目出す。はい、そうそうそう、ちょっといいよ、はい、あんまりこう行き過ぎちゃうと今度こう体突っ込んじゃうから、体突っ込まないように出す感じ。はい、はい、じゃあ行きます。まだまだ、うん、でまだ入ってますか。そう、これ細かいんだけど、やっぱりこういろんなところ集中していかなきゃいけないんで、はい、あの一気にはあんまり伝えないけど、はい、今なんかもうやっぱりこっちにこう行き過ぎちゃってる。まだ行ってます、うん、行っちゃってる、とプラスちょっと足の向きがやっぱりねこういう風になってる、こういう感じになってるんで、なるほど、ちょっとこう蛇行しちゃう感じ、なんかこういう風にこう歩く感じになっちゃってるから、構えた方向にちょっと出したいから、はい、少し外向けといて、あとはそのまま真っ直ぐ、これ、うん、そう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 、かかとから、うん、そこね、もうちょっと前、もうちょい内側、そう、それ行き過ぎかな。真っ直ぐ歩くのって難しいですね。左足の前に出すだけだから、イメージはちょっと出す、そうそう、そういうこと、もう一回、そう、 OK、 それでスイングが、で、これで避ける、そう、これで避けれるから、うんうん、だからこの時に自分で手でこうやって避けちゃおうとするとしょっちゃうから、うんうん、そうすると結局ボールが出てっちゃうんで、うん、そこは自分でスイングを避けないためにまっすぐ振ってあげる、こう、うん、そう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 、はい、で、いかないよね、こう行き過ぎてる、あ、行き過ぎてるそう、それぐらい、そう、あ、むずっむずいじゃん。細かいけど、ちょっとこの辺はしっかりやっていかないと。今まで内側歩いてましたっけ。うん、今までこんなに内側歩いてます。いや、あの最近 の僕も1ヶ月ぶりぐらいじゃないですか。最近の動画をこうインスタとか見させてもらうと結構多くなる。前はそこまでなかった。そうですよね、増えてますよね。だからちょっとなんかこう歩き方がなんかちょっとこう
なんだろうなんかちょっとこう違和感ある感じだよね、うん、だからそれをずっとなんでかなって見てた時に多分一歩目がちょっとこう内に入りすぎちゃって、うん、スイングを邪魔しないようにって意識しすぎてたと思うんだけど多分それのせいだと思う、ちょっと癖になる前にと思って、でもなんかライン上にはまっすぐ行ってたからなんかそんな気にしなくてよかったかなと思ったんですけどなんか今考えたらダメですね、ちょっとね確かに、ああダメだ確かに細かいけど、こうやっぱりこのやっぱりその1歩目の足の出す位置によってフィニッシュの、ね、位置が変わってきちゃうと落とし位置が変わっちゃうので自分が見てる方向も全部変わってきちゃうので、いいですね、ナイスボール、今のは良かったでしょ、 OKOK、今のは良かったでしょ、 OKOK、 あれがまっすぐ、自分のあれがまっすぐ、あれが一番ちゃんと自分の投げたいラインと落とし位置が合ってる今のは、だあれに対してがアジャストすればいいだけだから、なるほどです、そうあれがまっすぐ、今のがまっすぐ一番、今のはすごい綺麗だった、なるほど、ちなみに一番今低速です、今んスピード低速です、あ全然低速じゃないから大丈夫、低速モードだったいやもうなんかもう分かんなくなってきました、これ多分これでスピード上げたらごっちゃになりそうな気がします、そうだね、スピード上げなくていいと思う、てか今ぐらいのスピード感でちょうどいい、あ本当ですか、うん、回転が一番こうボールがキャッチしてリアクションが出やすい、今だと今の回転数に考えたら、あなるほどです、これで上げたら多分回転が出なくなる、上げちゃうとやっぱりボールが抜けちゃうからピン飛ばないかな、あボケット当たってもやっぱりその角度が出ないからピンタップが多くなっちゃうかな、わかりました、もう一回ここから始まる